よかった。誰も来なかったら、どうしようって思ってたんです。中に、水着も着てきてたから、って、気合い入れすぎ、ですかね。つ、鶴の体操第一位。一、二、三、四、って、あ、あの、こうすれば、 見つけた猫さんやっぱり猫さんって涼しい場所を見つけるのが得意ですよね。ここお昼なのにとっても過ごしやすそうです。フェリシオさん大丈夫かな 夕方になると遊び疲れて、家の手伝いも、宿題もしてないし、八千代さんに怒られちゃいますよね。涼しい風、チリンチリンって風鈴の音、リリリ,リって虫の声、くままに見える明るい月、こんな中で、 と眠れるのは、とても幸せです。家族との旅行は、とても窮屈で、息苦しかったんです。でも、今は違います。大切な人たちと一緒に笑い合えて、とっても楽しいです。わ、私、 魔女大使なら、いつでも行けます。あ、でも、やっぱり待ってください。変身して戻った時も、水着で、あの、大丈夫でしょうかそっか。水着で行くと、あてなしのミラーズには、水着の私が増えることになるんですね。 こうして、さざ波に足をさらしてると、波に砂がさらわれて、少しずつ沈んでいくんです。なんだか見てると面白くて。メロンのシロップがかかった 不思議じゃないですか頂上から雪解けが始まった山みたいで、はべこべなんですよ。実は、ゴロゴロのお話にも、海に行く話があるんです。カラスのダークロウが空を飛んで、アザラシの子を届けて、そして、<laughs> しいです。人と海なんて来たことなかったので。こうして水着を見られるのは、ちょっと、冷静になると。いろはさん、泳げないって言ってたから、誘ってみようかな、プール。それで、一緒に練習するの。でも、 付き合ってくれるかなびっくりして、お腹がヒュンってなっちゃいました。鶴野さんも、フェリシアさんも、本気でビーチボールをアタックしてくるから。あの、気づいてくれましたかこのタコさんウィンナー。 私も何かしたいなって八千代さんに教わったんです。 私嬉しくってこんな優しい日が心から楽しい思い出が作れるなんて思ってなかったから。